直撃の相馬佐伯俊先生が書いた東海帝王とゴールドシップに対するみんなの反応。ハチャウマの発売を記念して、本日は直撃の相馬の作画担当佐伯俊先生より、東海帝王とゴールドシップの素敵なイラストをお寄せいただきました。ぜひご覧ください。毎回イラスト素晴らしいと思うわね。飯がうまそうで腹が減ります。いい定ちゃんですねこれは。ドッジ漫画、ご飯漫画と有名な漫画家さんが来ましたが、障害物レース漫画って有名なのありますか？スティルボールランは障害レースみたいなもんですが。障害で有名な漫画、実写だけどデカスロン。そら宮下明先生よ。直進行軍じゃねえか、何か知らんが定期的に YouTube のおすすめに上がってくるから、あれだけはアニメで知ってる。なんとなく浮かんだのがエアギアでした。レースに負けたら突然勝負服が破ける馬娘。服が弾け飛んでればそれでいいよ。ふんやろ。たくさんの馬娘イラストを描いてくれる、佐伯俊先生。佐伯先生、以前から馬娘関連のイラストを描かれていたのですね。足毛の怪物。背中に貼られた、食べ放題チケットを追っかけてる説。それのうこう。かっこいいです。強くて美しい怪物、ありがとうございます。これが後ろから迫ってきたら怖いな。めちゃかっこいいおぐりさん。まさにハイカブリ姫。強さで競馬界のルールを変えた怪物。人参吊るされたんかな。玉も誰や、おぐりに勝ったら食べ放題って言ったやつは。プリティダービーよりもシンデレラグレイより。一番好きなキャラなので、佐伯先生の格おぐりが見れて嬉しい。迫力ある。直撃とコラボかなう。帝王ちゃんかわいい。帝王いいよね。いい。本当にかわいいですね。ありがとうございます。惚れてしまいそうです。目と唇大好き、かわいい。マックちゃんかわいい。そうダイナミック。お顔めっちゃ綺麗です、眉好き。かわいいしかっこよい。遅くなったけど、姉ちゃん誕生日おめでとう。可愛らしいです。今日姉ちゃん育成したけど、やっぱいいよね。カノープスのトレーナーになりたかった人生だった。明日は人生初競馬、中山競馬場で皐月賞観戦してきます。自分が出て自分にかけたら、ガチなんでは、なお本人遅刻の模様。軽く調べたら、結構馬娘たちの孫とか普通に出走してるんですね。ゴルシネイさんのバップからはみ出る紙片、推しの単勝一点投票なのだろうか？ごゆるりと楽しんできてくださいまし、ゴルシかっこいい。ゴールドシップおいおいなんだよこの新聞使えねえなぁ、ゴールドシップの名前が入ってねえぞ。トレーナー入ってたら今頃大変なことになるんだが？ゴルシちゃんなら馬は楽しむもんだぜ、俺様みたいになっていいそうっすねう、やる気アップのイベントが発生しますようにゲームのう。めっちゃめっちゃ、厳しいそな馬がいつも、ミーゼルー、優しさの、誠意で、変えたシンボリールドルフー。二つ丸を、つけて、一番人気さ。ありがとうございます。微笑みのルドルフ。会長の微笑みは爆弾。いつもは唇の裏側に隠してるんですね。王女の風格。かっこかわいいです。会長ついていきます。不意に言ったダジャレも多そう。めっちゃかっこいいです。まぶたの裏に憧れだけ浮かべて眠る季節にグッドバイ帝王。少女漫画風でかっこいい。好みの絵です。マスター、ご命令を。ため息出るほどかわいい。ブルボンさん。美穂のブルボン、発信。ペルソナにある作が好き、アイビス思い出した。少しお顔がディズニーっぽい。鈴鹿かわいい。美しい。とてもお綺麗です。綺麗だー、うっとり。なんて美しい。シャドウロールの怪物。あ、これはお姉ちゃんより強い、姉より優れた妹は存在した。でも姉の方が顔がでかい。こんな表情と気迫で迫られたら萎縮してしまう、今から加速する雰囲気が出ていてかっこいいです。本当に強い。イケメンすぎて感涙です。すごい覇気。本当に素晴らしい。後ろからサーイクゼってまくっ
ってきそうですね。迫力がある。ザシャーって効果音が似合いそう。成田ブライアンが早すぎて、服が追いつけていない感じがいいです。それにしても馬娘内でも、シャドウロールの怪物と呼ばれている彼女だけど、シャドウロールは馬に装着するバグであって、こちらの世界の馬が存在しない馬娘の世界においてでは、シャドウロールとは何を指すのか、おっと誰か来たようだ。群れに答えなどない。これは七馬審査の圧勝ですわ。遅くなったけど、ダスカ誕生日おめでとう。かわいい。髪下ろしたダスカいいですね。佐伯先生の各馬娘たちが、みんな魅力的で大好きです。もう公式と定期的にコラボして、かわいいです。てぃてぃ。髪下ろしたのも素敵。髪の表情が好き。顔周りの髪の感じが滝音に似てて、そこはかとなく血のつながりを感じますね。リボンを解くと大人びて綺麗、眩しさ一番ですね。佐伯先生の髪下ろしダスカめちゃくちゃ可愛いです。心臓止まるかと思いました。鉄の女。硬くても柔らかそうなイメージ。鉄の女クールに見えて割とノリが良い、仲間思い、時折見せる笑みが素敵、控えめに言って素晴らしい女性ですね。アババババ商店、美しすぎる、女神か？あ、マックイーンのお嫁さんだ。ターボちゃん可愛い。全速前進。師匠。きつくても楽しそうな顔が最高です。可愛い。ずっとも。尊い。爆逃げコンビ好き。大逃げコンビ可愛いです。ダブルで可愛い、ダブルでありがとうございます。撮影をしなくては。やはり佐伯先生の太ももは天の際。うわぁ、パーマーとヘリオス、めちゃくちゃ好きです。最強コンビだね。あ、ダメだう佐伯先生にずっともと言われると、道島銀しか浮かんでこないう、どうしよう。この二人の関係性マジ好きなの。馬娘版チーム二人で勝利をもぎ取る執念。最高。尊し。眩しいぜ。お肌け。理事長のお肌け？キャラスト7はジェントレに決まってんだろ。ブルボン、上着をそろそろ返してくれ。買ってくるたび剥ぎ取る、妖怪上着置いてけ概念好き。プロは違いますねえとはいえ、言わせてもらおう、ダスカはもっと漏れ。姉ちゃめっちゃ H やん、からのルドルフがかっこよすぎて頭爆発したわ。露出がなくても十分なくらいの。艶やかさを出せるのがこの先生だと思う。その一方で迫力や可愛らしいイラストも描いてるのがすごい。妙に色気があるから好き。ほんとうますぎる。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。